隣のクラスの佐藤さんって山本くんのこと好きらしいよ。へえ、マジ？意外。井上くんが好きなのかと思った。ほら、いつまで喋ってるんだ。やめて、先生来た、隠れろ。何してんの？え、みんな昨日の夜こんな感じだったっしょ。喋ってないで早く朝食食べろ。